はい、どうも、高野です。今回はですね、初のベビーメタ学ということでやっていこうと思います。ベビーメタル誕生秘話解説ということでね、やっていこうと思います。今回はですね、結成、ベビーメタの結成から、まあ、実質プレデビュー曲であります、ドキドキモーニングの解説までやらせていただこうというふうに思います。本当にですね、ベビーメタルっていうのは、コンセプチュアルで、すごくファンタジーっていうのをですね、重きを置いてる、こう、メタルダンスユニットということですね、非常にミステリアス。ということで、なかなかですね、こう、詳細な情報とか、まあ、文献みたいなものは本当になくて、私みたいな、こう、いろいろこう、読んでね、まとめて、話す系の、こう、解説系のね、YouTuber とか、そういった人間にとっては非常にですね、辛い、このベビーメタルであるんですが、まあ、10年以上ね、長く愛され続けているベビーメタルを、まあ、より深く知っていくためにですね、この始まりの部分を知らなければということで、ベビーメタルがいかにして生まれていったのかっていうのをですね、今回、わかりやすく、ね、お伝えしていこうというふうに思いますので、ベビーメタルがすごく大好きなね、メイトの皆さん、そして、まあ、これからベビーメタルを知っていこうという皆さんにですね、最後までこう聞いていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。私はですね、鷹野ゼミということで、まあ、ベビーメタルをはじめとして、いろんなアーティストのですね、楽曲解説、そして、まあ、歴史の解説なんかをしておりますので、ちょっとでもね、好きなアーティストがいらっしゃったり、面白いなと思っていただければ、チャンネル登録、高評価、押していただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。というわけで、今回ベビーメタル誕生秘話解説ということですね、大きくわけで、前後編に分けてお話をしていこうというふうに思います。まずはですね、前半、ベビーメタルが生まれた経緯、そして後半はですね、ドキドキモーニングの解説をしていこうというふうに思います。はい。では早速いきたいというふうに思うんですが、まず前半、ベビーメタルが生まれた経緯ですね。はい。いつ生まれたのかというとですね、2009年になります。まあ、本来私、いろんなね、他の、動画では、バンドの話をしてるんで、まあ、どういったね、スターとかっていうと、まあ、高校で出会ったりとかね、いろんなこう、大体同級生でやったとかね、まあ、ライブハウスの中でとかね、いろいろありますが、スタートはですね、メンバー出てきません。一番最初に覚えていただきたい、人の名前がですね、コバメタルさんっていうね、これ、コバメタルさん誰かというとですね、アミューズっていう、こう、芸能プロダクションの社員さんです。はい。いきなり事務所から始まります。はい。コバメタルさんというですね、社員さんはですね、まあ、後の、まあ、今に続くですね、ベビーメタルの、まあ、総合プロデューサーをやってる方なんですが、この2009年当時はですね、ミニパーティーというですね、3人組の、まあ、アイドルユニットの、まあ、プロデュースみたいなものをしていました。で、まあ、そのミニパーティーができたばっかりで、まあ、ミニパーティーとしてもですね、なんかこう、イベントとか、ライブとか出してあげたいな、なんかないかなって言ってる時にですね、同じこう、アミューズ内の、まあ人気アイドルでありました。カレンガールズというですね、アイドルグループが解散ライブをするよということで、まあそこのですね、オープニングアクトにこう、今このコバメタルさんが作っているじゃあミニパーティーをですね、オープニングアクトとしてやらせてくださいよっていうところで、ライブをブッキングします。で、ここでですね、このコバメタルさん、まあ後のプロデューサーになるコバメタルさんと、後のスーメタルさんになります、こう、中本鈴香さんが、ここで会うんですね。要はその、カレンガールズの中に、こう、中本鈴香さんがいらっしゃったということで、そこのライブで初めて会うことになります。で、このカレンガールズのライブを見ていたコバメタルさんが一番最初に思ったのは、ファンと、アイドル、この熱量が本当にすごいな、ということで、なんかこれなんかに似てんなと思った時に、あ、これ俺が昔、よくそのライブ見に行ってた、こう、メタルとかね、そのバンド界隈の熱にちょっと似てんじゃん、ということで、ここでですね、あ、俺もっかいメタルやりてえなっていうところに行き着くんです。で、本来、メタルやりてえなってなったら、まあ、ね、会社が終わって、自分で楽器持って、こう大人のたしなみとしてね、バンドやればいいじゃないですか。なんですが、こう完全にここが公私混同でですね、じゃあ、俺がやってるアイドルのこの育成の部門の中で、なんとかメタルできないかということで、しかも、この今回開催しちゃう、このカレンガールズの中の中本鈴香さん、この声、めっちゃいいぞと。しかもこれメタルに合うんじゃねっていうことで、中本鈴香さんにこ、ピックアップしますね。中本鈴香さんをどうしてもこう誘って、なんかアイドルやりたい。で、かつこの少し前、この2009年、ちょっと前に2007年ぐらいにですね、同じアミューズの中で、テクノ、ダンスユニットですか ?Perfume。Perfume がちょうどポリリズムで2年前ぐらいにですね、バズってるんですね。しかもこの3人組っていうところも相まって、3人組でテクノとアイドルじゃなくてメタルとアイドルでいけんじゃねえかっていうところで、こう、ひらめたわけです。ただ、この中本鈴香さんのボーカルが当時から圧倒的すぎて、この、じゃあもう2人をどうしようってなった時に、なんかいい具合の女の子がいないと。どうしようってなったところで、これ発想の転換をしようと。中本鈴香さんともう2人じゃなくて、このもう2人は、その、ボーカルをで3人で歌うんじゃなくて、
横でこう二人なんかシンメトリーにちっちゃい子が踊ってたら、なこれはこれで可愛くねっていうスタイルを編み出します。これがですね、後の、ユイメタルさん、そしてモアメタルさんっていうところで、もうお二人ですね、当時水野ユイさん、そして菊池モアさんのお二人を両端に置いて、ワンボーカルツーエンジェルスタイルをですね、採用することによってこのベビーメタルを作り出すわけでございます。ただですね、この時は、誰もね、今からメタルやりますよって言われても、はぁってね、ここちょっとアイドル作るところですっていうところになってきますから、しかもこのミニパティどうすんのよみたいなところもあるし、中本鈴香さんも、残りのお二人も、だってアイドルやりに来て、これね、いろいろや、まあ女優さんとかアイドルやりたくてここ入ってきてんのに、メタルやるよって言ったら、いやに決まってんだろっていうところで、これどうすんのさっていうところから、じゃあ、これ桜学院っていう、アイドル、こうね、中学3年生まで続くアイドルユニットを作って、この中の部活動っていう設定で、ベビーメタやるのはどうですかみたいなことで、じゃあそれでちょっとやってみようみたいな感じで、要はですね、この桜学院っていうアイドルユニットもあるんですが、いや、アイドルグループあるんですが、これはですね、ベビーメタありきで作られたっていうような部分がちょっとあるということで、おいおいおいみたいなところなんですが、まあこういった経緯で、ベビーメタルが作られていったということになります。その後ね、ベビーメタルができたこのその後、満を持して発売されたのがこの始まりの曲であります、ドキドキモーニングでございますね。これ、ずっと私、ファーストシングルだと思ってたんですけど、ファーストシングルじゃないんですね。DVD 付きタオルということで、CD でもないっていう、タオルのおまけで DVD が付いてて、この DVD の中にドキドキモーニングの、ミュージッククリップが入ってるっていうような、スタンスの、なかなかね、変わり種の曲から、要は、私がどの、冒頭でね、プレデビュー曲って言ったのは、まあ、こういうことですね。はい。で、なってきます。どんな曲か、このドキドキモーニングはっていうことになりますが、メロディーはですね、すごくポップ。ちなみに私保育士免許持ってたりとかっていうところがあって、こう児童の音楽とかっていうのも詳しいんですけれども、非常にこのメロディーかつこの歌詞、リフレインが多用されています。ドキドキモーニングだし、ちょまってちょまってとかね、パタパタとかね、リンリンリンとかね、ほんと童謡かなっていうぐらいですね、非常にこう、繰り返しの言葉が、めちゃめちゃ多用されています。これはですね、本当に童謡とか、その、アイドルソングとか、まあ、弾いてはもう J-POP のね、いい曲なんかは、大体こういった手法がされているということになっておりますし、マジどうでもいいんですけど、ウォッチ今何時みたいな歌詞が入ってるんですけど、これ最初、妖怪ウォッチの曲かなって思ったんですけど、妖怪ウォッチね、調べてみたら2014年ってことで、これなんとね、妖怪ウォッチよりも先に、ウォッチ今何時やってるということで、もう先取りですね、予言みたいなものだし、もしかしたら妖怪ウォッチはここから、パクって生まれたんじゃないかなっていう、都市伝説勝手に作りたくなるぐらいですね、素晴らしい。歌詞であります。はい。なんですが、後ろの音楽はですね、非常にメタリック、だいぶヘビーです。っていうところで、かっこよくなっています。で、どうしてこういう曲になったのか、ってことになりますが、まずですね、先ほどが何度も言ってるように、このベビーメタルができたこの場はアミューズだということですね。だから、非常に曲を集めますよ、ね、新しいアイドルユニット作りますよ、曲集めますよ、って言ったら、必然的にアイドルソングっぽいのが集まってくるのは、そりゃそうだっていうところになるんですね。で、最初はまあそれでやっていこうかなと思って聞いていたんですけど、やっぱコバメタルさんの頭の中では、これこっそりね、アイドルの、風出しといて、メタルがっつりやってやんぞっていうのがあったんですね。これじゃあちょっとメタルにはちょっと持ってけねえなっていうところで、メロディーはそのままアレンジをですね、メタルに寄せてマッシュアップしていこうというところで、多分ね、ちょっとずつこう、路線、軌道を修正していったと思うんですよ。だけれども、そのコバメタルさんの中で、ある種、まあ、このやり方、メロディーはアイドル、オケだけメタルっていうのがですね、いけるっていう確信はきっとあったと思うんですね。で、いくつかこれね、考察の違いがあると思うんですが、一つは、音楽的なところでいくとですね、マキシマムザホルモンっていうヘビネスバンドがありますが、まあ、これね、恋のメガラバっていうのがですね、ちょっと数年前に多分出てたと思うんですが、やっぱそのマキシマムザホルモンっていう、のもですね、サビだけポップ。だけど、他がドメタルとかドハードとかっていうところで、このサビ、まあポップな部分と重い部分のギャップで、まあ、半分ネタ、笑っちゃうんだけれども、同時にかっこよさと、ポピュラーミュージックとしての、メロディの楽しさっていうところの、共存をしていくっていうバンドがあって、まあそういうバンドがあるんだったら、これアイドルでやっても成立するんじゃないかなっていう確信が一つ。
で、あとはですね、セックスマシンガンズっていうメタルバンドとか、もっと昔でいくとアニメタルとかっていうバンドがあったりとか、もっともっと前でいくと世紀末っていうバンドがあったりとかっていうところで、やっぱその面白さとメタル、可愛さとメタル、滑稽さとメタルみたいなものっていうのは意外と食い合わせがいいっていうのが昔から立証されていたので、これやっぱアイドルで女性が歌うっていうところは、結構新しいかもしれないけれども、過去に全く似たような路線がなかったかっていうとそうではないので、これいけるんじゃないかなというふうに思っていたんじゃないかなと思います。ただじゃあなんで思いっきり最初からメタルやるっていうのも、まあ、パワープレイでありだったかもしれないんですけど、これやっぱやんなかったのっていうのはですね、一番はこう主戦場、その誰の前で最初歌うんだいってなった時に、これはアイドルファンの前ですよね。あくまで桜学院とかミニパーティーとか、まあ、アミューズの中でライブハウスとかコンサート会場とかブッキングしてた中で、どうしても最初に3人の女性がね歌いますよってなった時に、目の前にね、あ、お客さんとして来るのはアイドルが好きな人たちですから、そういったこう中間、これから新しく始めていくっていうところでいきなりがっつりメタルをやっちゃうと、なんだこれってなっちゃいますんで、なんとか曲を作ったんじゃないかなというふうに思いますが、これがですね、結果に超功を奏したということで、もうベビーメタルの核みたいな曲ですよね。ドキドキモーニングはやっぱメタル、すごいメタルのかっこよさと、ダンス、そしてメロディーの可愛さっていうのがもう非常に詰まった原点にしてですね、もう本当お手本のようなベビーメタルでどういうグループですかってなった時にも、ドキドキモーニングを聞かせれば大体分かっちゃうんじゃないかなっていうぐらいですね、そういった代表曲になったのは、こういったいろんな偶然とか革新的なものとか、こうやりたいことがこう全部見事に詰まった結果だというふうに思います。で、私普段はですね、こういった楽曲解説をするときにですね、作曲家とか作詞家とかアレンジャーの情報もですね、合わせて話したりするんですけども、結構ベビーメタルはですね、ここはねすごい謎なんですね。ということで今回は省きます。まあ、調査中です。はい。まあ、ちなみにですね、まあ、この後にですね、アルバムに入ることになるんですが、ファーストアルバムからね、ゆよゆっぺさんとかね、参加していらっしゃいますけど、ゆよゆっぺさんとはですね、私、バンドシーンの中でね、ちょっと知り合いだったりとかもしたんで、次にね、またアルバム解説ができるような機会があれば、この辺の話もちょっとね、ちょこっとだけしていきたいなというふうに思います。はい。というわけで今回はですね、ベビーメタルの誕生秘話解説ということで、ね、やっていきました。まあ、世界的ね、メタルアーティスト、ベビーメタルのスタートはですね、意外とこう、いろんなね、奇跡とか、発明とか、偶然に溢れたものだったということが分かってもらえたというふうに思います。まあ、こういったこう、話をね、こう、聞いていただいて、少しでもね、こう、ベビーメタルの理解が深まったりとかですね、楽曲を聴くときのこう、理解がね、面白さが深まったらいいなというところで、今回は、こんな感じでお話しさせていただきました。またね、この続きを話せたらいいなというふうに思いますので、ぜひ皆さん、チャンネル登録、高評価なんかをしていただいて、評価していただきたいなというふうに思います。コメントなんかもね、いただければなというふうに思います。では、皆さん最後までご視聴ありがとうございました。また別な動画でお会いしましょう。